YouTube をご覧の皆さん、マイクロヘッドホンズボーカルの雨野です。まずは仙台でのライブ映像を続けて2曲、インストゥルメンタルの曲と、それからイカれたリアルまでをお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。ね、この映像実は第3期マイクロヘッドホンズ最初のツアーナイトオブリバースのツアー1本目の映像なんですよ。僕にとって、この時ツアー初めてだったんで、まあ、初めて回るツアー先っていうこともあって、まあ、かなりドキドキしながら挑んだステージだったんですけれども、まあ、今改めて見返すとあの時ああしとけばよかったなこうしとけばよかったなみたいな反省点も個人的には、まあ、あったりして、1本目の、赤羽レニーアルファでのライブに続いてなんかまだ結構初々しさも残ってるようなライブだったのかなと思います。今この動画を撮ってるのがちょうど7月なんですけれども、このライブの時から1年ぐらい経ってるのかなと考えると、感慨深いものも結構多いです。早くこれまで通りツアーやライブを回りたいっていう気持ちも大きいんですけれども、まずは目の前のこと、7月31日に2回目の配信ライブゼロバースデーハイブリッドフェスティバルが開催決定しております。ハイブリッドとはどういうことか、それも含めて次回のストリーミングライブを楽しみにしていてください。それではマイクロヘッドンズボーカル雨野でした。続けてもう一曲お聴きください。カーテンコールです。どうぞ。噛みていけるかい、噛みていけるかい、下手いけるかい、下手いけるかい、後ろいけるかい、後ろいけるかい、前いけるかい、前いけるかい、声出せ声出せ、何度だって立ち上がれる俺たちの総力戦ミッションだ。追いかけの幕は上がり、誰もいない見えないフロア、手前
一度照らす照明が鳴り止まないカーテンコール線香のイマジネーション始まりの合図から僕ら